当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。じゃあ今日はね、ちょっとまあいつも修理依頼ばっかりなので、修理依頼が多いので、ちょっと今日はじゃあね、いただいたジャンク品の修理っていうか、修理してまた使えるようにするんですが、いただいたこのね、ものを復活させていこうというのを、ただなんかいろいろ喋りながら流していく、作業的なその詳しいあれはね、言わない言わないっていうのをちょっとやってみようと思います。まあもう始まってるんですけどね、これはデートジャストのこういう感じでいただいたやつ、ただまあいろいろこう喋りながらやっていこうっていう、ちょっとそういったのをねやってみましょう。ただペラペラ喋りながら、まあ解説もなしで、ただやりたいようにやるというような、そういった感じにちょっとねしていこうかなと思います。これはシングルカレンダーだな。これはこれダブルカレンダーないじゃん、こっちか、あったあった、買ってあるね、買ってある。結構ね、まあリアチーチさん、リアチーチさんね、不具合やっぱり多いですから、不具合の宝庫とでも言おうかな。あとすごい嫌なのは、ニハチッツさんの嫌いなところ、カレンダーの日送りがねバラバラなの。日送りの時間がねずれます。相当にね、その日によってずれる、毎回ずれるから、だからたまに12時ぴったりに合わせてくれとかっていう人もいるんですけど、あれねほぼ不可能です。あのね、そのたんびにずれるのよ、ニハチッツさんって。そのたんびになんかね、その時々によってずれるからね、ぴったり合わせてくれっていうのはね無理なんだよな、あれな、ほぼ無理なんだよ。合わせてもね、またずれたりするんだよね、そのバネの調子によってね、ずれるんだよこいつ、厄介なことに。ほんと厄介なムーブメントだわ。うん、いいね。なんかちょっとあれだな、汚れてる、これ汚れ、あ、なんかあるな、何か嫌な感じの汚れがある。うわー、これ嫌な感じだ、オイルだ、オイル系のこのあるわ。たまにこのね汚れあるんだよね、これね、オイルの汚れなのかな、この文字盤にまで来てるやつがいる、たまに。文字盤拭くときは気をつけてください。本当に傷なんかつけやすいときもありますからね、かなり気をつけて、針つける前の方がいいですから、拭くんだったらね。そりゃそうか、わかるよね。よーし、まあ意外とこんなもんだよ、いいよこんなもんで。ホルダーがどこに行った、ホルダーに載せときましょう。ニハチッツさん意外と猛暑あるから、
ちょっとこれはじゃあ保留しとこうね。
んだっけお前。今日はちょっとまあいつもの作業、これはいただいたものですね。ジャンクっていうかまあ不動だったものをいただいて、ではまあケースとか割に綺麗でね、入れ替え動画だったんですが、普通のまあ2813の動画ですが、ちょっとまあいつもやってるもんで、ちょっとその作業の模様というのをちょっと長めにどういったもので作業してるのか、ただ喋りながらやっていこうと思ったんですが、もう集中しすぎて最後は喋らないっていう。やっぱいつもこうですわ。なんかこうやっていつもやろうと思うんですが、結局集中しすぎて喋らなくなるっていうね。まあこういうふうに作業してます。なんていうなんかこの流れというか、まあ複数本やりながらやったりもこうやってねします。2本はいただいたものなんですが、そういったまあ複数本を一気にこうやりながら作業してるっていうふうな、この普段の流れですね。ちょっとやってみました。まあ特段ね2813の入れ替えなので、いつもやってるのでね、そんなに説明はいらないかなと思い、こうやってまあやってみたんですが、やっぱり喋らないとあれだ ね、こうやって動画作っててもちょっと心配になるっていうかこれでいいのかなみたいな。でまあ一度はこういうのもやってみたかったんですよ。まあ音楽をもうちょっとね、 ASMR でしたっけ、 音だけのやつをこうね、お送りできればなという雰囲気でもやってみますが、なんとなくの流れです。ちょっとね、全体的なちょっとまあ短縮はしますが、時間的に短縮はしますが、なんとなくの流れでこうやってやってみてますんでね、まあ、参考にはならないですが、今日はちょっとこう息抜き動画でもないですが、これ結構もらったものをこうやってこう、なんとかもらったものはやはりね、自分で使うものですので、
まあ、中古パーツを使ったりとか もね、いろいろやってみます、やってみてます。あとは磨いたりっていうのも結構ね、コピーの場合文字盤を触ったりするとペイントが取れたりするんですよね。プリントが取れたり剥がれたりするので、あんまりやらないんですが、自分のやつは結構やってます。要はどれぐらいの強さで剥がれるのかとかっていうのもね、意外と試してみてやってます、うん、そうしないとこうね、結構腐食が進んでたりするものも結構依頼品の中にもありますから、どれぐらいまで綺麗にできるのかとか、あとはね、こうやってのプラモ用のワックスなんかこうやって使ったりして綺麗にしたりっていうのも自分のね、いただいたものでこう試したりしています。あと針もね、今回は曲がっていたので針の修正もやってみたりとかっていうのをこういただいたものでやったりねしてますので、そういった流れをちょっとつかめ、感じていただけかいただけたかなとこの2本もね、いただいたもんでコレクションさせていただきますんで、綺麗にして、で、まあ、コレクションにしていくっていう感じですね。ちょっとまあ解説とかないのも自分的にね、ちょっとあんまりいいかなとは今回は思ってましたけど、作業音っていうほど作業音も出ないので、どうかなとはちょっと思ったんですが、ちょっと一回にやってみたいなと思ったのをちょっと僕は動画でやってみましたが、いかがだったでしょうか。やっぱり喋った方がいいよね、喋った方がいいよなっては思ってますが、ちょっとまあ反応を見て今後ね、こういったものもやっていければなとは思ってますがね、ちょっと喋りたいやっぱりちょっと喋りたいと思う、動画編集しててね、いや喋りたい、ここも喋りたいと思ってたんですけど、ちょっと我慢してみました。今日はねやってみましたね、どういかがだったでしょうか。ということでね、こういった日々の作業はインスタ、ツイッター、そちらによくアップしております。そちらのフォローもぜひよろしくお願いします。ということでね、ちょっと今日は試しにやってみた、ちょっとこうあまりこう喋らずにっていうのをやってみましたが、ちょっとその反響をね、コメントの方に残してもらえたら幸いでございます。ご視聴ありがとうございました。次はもう喋ろう、喋った方がいいな。